僕はもう無理です、耐えきりません。でも激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、ということで今回はですね、新宿付近にありますですね、爆辛スパゲッティ専門店青唐辛子さんに来ております。こちら西新宿西口店ですね。はい、ここはですね、まあ見覚えある方多いかなと思うんですけれども、以前にですね、超爆辛スパゲッティを、紹介させていただいたお店で、なんとですね2月7日から名古屋あんかけスパゲッティという新メニューが誕生するということで、今回それに合わせてちょっと取材しに参りました。過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたジョロ系を使った、もう超辛いスパゲッティが楽しめます。ツイッターの行った人の感想をちょっと今回も見ていきたいかなと思います。爆辛スパゲッティ青唐辛子が前から気になったので、青唐ペペロンチーノ爆辛行ってみた。ココイチ10辛&中本北極上州おじさんですが、久々に痛い、ジョロキアやばいけどうまいから全種制覇してみるわということでね、かなりのこの激辛2でもやっぱりこう辛みを感じる、しかしうまいといった評判のお店でございます。名古屋あんかけスパゲッティ、挑戦してまいりたいと思います。それでいきましょう、レッツゴーさ、早速中入ってきたんですけども、はい、これおなじみのようにものすごい量の香辛料がいっぱいありますけども、デスソースやら、タバスコをはじめ、なんかね前回来た時より、ね、パワーアップしてるような感じがしますけども、ちょっと今日はこれ食事の前半はまあ普通にその名古屋通常のね超バッカラバージョンの名古屋スパゲッティあんかけスパゲッティを食べるんですけども、まあ後半残り半分はちょっとこの辺のものをちょっと足してね、辛さをちょっと、もうこれでもかというぐらいちょっと挑戦していきたいかなと思います。おー来ました、いただきます。さあ名古屋あんかけスパゲッティバックからお手並み拝見ですよということで、うわー、これね、ほんと運ばれてきた瞬間にジョロキアのこのうわーっとこう香りがものすごく伝わります。辛そうだな。で、今回はね、あんがかかってますからより辛みが感じやすいかなと思います。の衝撃が強いね。久しぶりに食べましたけど、なんか辛さが増してるような感じします。食べた時に結構辛いな。これは辛い。これは強烈。一応なんかこのバックガラスパゲッティがですね、先日ですね、嵐に仕上がれに紹介されたんですよ。まあ、これからね、もっともっとこう有名になっていくようなお店ですね。なかなかこんなね、辛さのあるスパゲッティってなかなかないと思います。あれなんかね。これはえぐいぞ。これは辛い。やっぱあんかかってたの
が辛い、なんか辛く感じるような感じします。半分ほど超えたところで、しょうがない、おいからタイムといきましょうか。今回のおいからタイムはこちら、激辛練り唐辛子。沖縄産島唐辛子をウエスとペースト状にし、青森風味に仕上げました。麺類はもちろんと青森風味カレーだ。ちょっとこれ、いってみましょうか。ほぼデスソース。ちょっと考えかもしれない。あんまり入れすぎと体調悪くなる。ああ、でもこれだけでもやばいよ。時間を空けるとよりも辛さが辛い。このスパゲッティ屋のこのバックからはもうこの調味料を足さなくても十分辛い。顔が辛い。残りわずか。たどり着いた新境地。辛さが強烈な方はこのチーズ、粉チーズを入れると柔らかいと思います。僕はもう無理です。耐えきりません。開けます。これは辛い。さあ、果たしてこの粉チーズをかけるとこのバクカラスパゲッティは、あんかけスパゲッティは辛さを抑えられるのか。いや、味噌実食。
粉チーズかけても辛い。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。名古屋あんかけスパゲッティ爆辛辛さレベル、じゃらららら、じゃら辛さレベル 8.5 です。本当になんか以前に食べた時に辛さが増してるような感覚に陥りました。これは僕の個人的な感想です。やっぱり、ね、この熱々のあんが加わることによってこれはより辛みをこうね、強烈にし、なおかつ熱いですから冷めづらいですから、はい、より辛さが増しました。まあ、ただね、しっかりこのスパゲティとしての、具材本来ね、ベーコンやら、キノコとか玉ねぎ、非常に、ね、香ばしく、この具材を彩るのも見栄えも良くて、非常に美味しく食べました。はい、ただめちゃくちゃ辛いです。本当にこれ調味料足さなくても十分辛いです。で中盤でこの変なこの激辛練り唐辛子をこう足しましたけども、もうね、もう 辛いのか痛いのか分からないぐらいもう 辛かったです。もうちょっとロレツも回んないです。他の店だと誓約書書くぐらいの辛さレベルだと思うんで、ちょっと気をつけてください。はい、一応この名古屋あんかけスパゲッティは何度も言いますけども2月7日からスタートしておりますので、ぜひ、激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、あとツイッター等々を更新しますので、ぜひ、チェックの方していただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。